カリンちゃん着いたわ。ここが悪魔の洞窟か。でも暗すぎて何がなんだかわからないな。はい、これでろうそくに火をつけて。何これ、マッチだよね。ボンゴレビアンゴチャビアンゴ、ちょっとちょっと、パルミジャーノベチャーノ、何チャイちゃんも歌いたいの。なわけないよね。早くろうそくに火をつけて。あいあい、今日は大事な試験なの。わかってる。はい、ここが洞窟か。怖いな。それからカリンたちはキャンドルがあるという洞窟の奥にどんどん進んでいったんだよ。ファイ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 、もうカリンちゃん面白い。もうそんなこと言ってたらマグロ大魔人が来ちゃうよね。そしたら大魔人のお尻からブリってさ。ファイ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 、ああお腹痛い、やめて。入って笑いすぎだよ。もうマグロ大魔人が蘇ったらもうカリンちゃんのせいだからね。出てくるわけないよ。もし出てくるとしたらお尻からブリッと。ファイ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 。ちゃいちゃん大丈夫？どう落ちてた。よかった。でも馬じゃないの。そうだよね。豚だよね。ん？いや、カリンちゃん今なんて言ったの？オードリー・ヘップバーン。ああ面白かった。ああ面白かった。ああそれにしてもさ、キャンドルないな。ないよね。疲れてきたし、お腹も空いたよ。カーリンちゃん頑張りましょう。あと少しだと思うしよ。ちょっとチャイちゃん何食べてんの。食べてないよね。おいらちゃんって食べてるんだろ。食べてないよね。ほら手になんか握ってるでしょ。この折った時の音はカリの大好きなカチカチ棒ジャーキーの音だ。違いますけど。僕もそんな嘘をつけるな。嘘じゃないもん。どんな顔して言ってるんだ。嘘つき呼ばわりされて悲しい顔してるよね。嘘つき顔を見せてみろ。わーい、ふざけた顔しやがって。ごめんだよね。じゃあさっきのカチカチ棒ジャーキーくれたら許してあげるよ。さっきのが最後なの、もう諦めてよ。何してんの。マッチで火をつけて探すんだよ。ダメだよね、残り2本しかないんだから。洞窟の奥にあるキャンドルに火を灯すマッチがなくなっちゃうよね。1本だけあれば十分。カリンちゃん何、全然マッチ取り出せないじゃん。うるさいな。はい、ああもうチャイちゃんが悪いんだよ。うん、チャイちゃんがこんな時に食べるから。分かったよね、早く見つけて先に進むよね。あ、足になんか当たった。何カリンちゃん、これか。カリンちゃんほんとすごい。カチカチ棒ジャーキーのことになるとほんとすごいよね。いや、猫顔負けの能力発揮しちゃうんだから。チャイちゃん、もうこのぐらいの能力発揮しちゃう。ちょっとチャイちゃん、なに。チャイちゃん、なんか違う、柔らかい。どれ、ちょっと踏ませて。あ、ほんとだ、柔らかい。マシュマロかしら。マシュマロちょっと照らしてみて。なんだこれ。なんだろうこれ。チェちゃん、おマグロ大魔人だ。おやばい、どうしよう。よく私のことを知ってるね。あなたはもう数千年前に封じ込められたはずじゃ。さよう。それなのにどうしているんだよ。まったく君たちは愉快な人、いや
猫だね。なぜあなたはいるの？数年前に封じ込められたはずじゃ。確かに私は4000年前ほどに封じ込められた。それなのになぜ今。それはとある魔術師の呪文で私は封印から解かれたのだ。そんな魔術師一体誰なの？それはこいつだ。暗くていまいち誰のことを指してるかわからないわ。私の今指している手を照らしたまえ。手ってどこ？胸びれのことだ。胸びれって手なの？手ではないが、そういうことにして先に進もう。わかったわ、ここね。嘘でしょ。